コメントでですね、はい、二等兵はいつも迷子の子供のようだと、はい、保護者を求めている感じだと、はい、いろんな気持ちは伝わってくるが強い思いは伝わってこないっていう、はいはい、コメントもいただいたんですね、はい、ありがとうございます。これは何を言ってますか。間違ってるって言ってる。迷子の子供のようだって言ってる。これ別に、はい、わーいわーい、お前は子供だな、何も分かってねえじゃねえかって言ってるわけでもない。じゃなくて、迷子の子供のようだ、まあ、迷ってますよね。で、僕がその強い思いって必要ですかって、はい、なんて言うんでしょう、だだっことようにですね、はい、そうやってディスったと思う相手に対して、はい、わーって言うんじゃなくて、はいはい、何か必要、強い気持ちって必要ですかと、はい、弱い気持ちを出すのってダメなんですかみたいなのを僕が書くと、はい、隊長がそこに来てですね、それが幼児のアーキタイプですねと、はい、どうしたら良いのか、何が正解なのかってやっていけば、はい、誰かが何が正解なのっていうことで、はい、誰かが正解を教えてくれたり、はい、なんとなく導いてくれる、そう、はい、思ってるでしょうと。で、勝利したいのであれば、はい、選手のアーキタイプだと、はい、目標に向かって突き進むとか、はい、困難に向かう勇気とか、はい、自分の限界突破を突破するプルスウルトラ、はい、これはあの、はい、ヒロアカ、ヒロアカですね、これは、はい、プルスウルトラは、はい、まあ、もともとそういう言葉があるみたいです。あれはあそこの中の造語じゃないんですか。ラテン語、はいはい、ラテン語で、はい、さらに向こうへみたいな意味、なるほど、っていうのがあって、それを使ってるプルスウルトラだと、はい、なるほど、はい、冒頭にもお話ししたように、はいはい、隊長から戦士のアーキタイプで、はい、何をすべきかを考えて、はい、やりましょうと言われましたと。まあ、そう言ったわけではないですけどね。そういう意図ではない。あ、なるほど、はい、目標達成したいならですね。目標達成したいならですよね。戦うべきだと、はい、勝利が必要ならと、はい、言われ、はい、確かにと、はい、で、このツイッター旧ツイッター、はい、現 X を見てもですね、はい、やっぱりみんな欲しい欲しいしか言わないんですよね、はい、で、私もそのフランスの哲学者を研究している内田辰樹さんか、はい、内田辰樹さんが言うように、その大人がいないと日本には、はい、あのくれくればっかだと、はい、で、成長したと自覚するならば、はい、大人になってね、はい、嘆くんじゃなくてやる人になりましょう、はい、みたいなのを読み、はい、僕は大人だと思ってたんですけども、はい、やっぱりその気を抜くとですね、はい、幼子が出てくる、はい、で、本来僕は戦士には興味なかったんですよ、はい、いや、このチャンネルは愛の人を目指すんだ、はいはい、戦士の次なんだから、はい、戦士なんて必要ないじゃんと思って、はい、このヒーローズジャーニーの戦士を読みました、はい、感動ですよ、はい、戦わなければならないと思いました、はい、というところで、戦士のアーキタイプ、大抵の人はこのヒーローズジャーニーで英雄と書くんですけど、はいはい、英雄っていう言葉でパッて思いつくのは、はい、おそらく戦士の姿であろうと、はい、なんとなくわかります、はいはい、まあ、ドラクエも基本この鎧かぶって剣持ってますからね、 ですからね、勇者は、はいはい、で、戦士はこの閉塞的な環境から抜け出し、宝探しの旅に出かけるんだと。宝が理想だとすると、はい、やっぱり旅立たないといけないんですね、はいはい、旅の途中では何頭ものドラゴンに立ち向かって倒すように求められる、はい、まあ、ドラゴンっていうのは現代で言うと問題ですね、はいはい、旅立った先で起こる問題を、まあ、乗り越えないといけないとした英雄は、と勇気を持ち気高い理想に共鳴し、王国自らの名誉を守るために、あるいは弱い者に生きがいが及ぶのを防ぐため、自分の命を危険にさらして戦うんだと、はい、皆さんの中にいる戦士は勇気と力と高潔さを身につけろと呼びかけてくる。つまり目標を設定してそれに向かって邁進する能力、いざという時には戦いを挑む能力だと。戦士が私たちに強いているのは自分自身の、まあ、この理想的なものに積極的に関与する、はい、ああ、そういうことなんですね、はい、目標達成ですよ。で、その経済的な損失や社会的な犠牲を払うことになっても、うん、生き方は変わらない。人と競い合う場面では最善を尽くそうとするが、ちゃんとした戦士は勝利を目指すだけじゃなくてフェアプレー、
はい、戦士として生きるのは世の中で力を誇示して自分の居場所を作ってその誓いをいい世界にしようっていう生き方を貫くこと。現実的にはこの集団の暮らしの中で不快な点とかがあって不備なところとかは自分で行って、変化を起こそうとしなければならない。人に振り回されない不屈の精神と物事を自分の思い通りにする強引さが求められていると、うん、でこの成長を遂げた戦士は何といっても私たちの境界線を守るのに欠かせない存在だと。勇気と自制心を備えよく訓練された戦士がいないと王国は常に万人たちからの侵略の脅威にさらされているよと。ただまあその現代を生きていると、はい、まあ、見えているのは戦争してもこの国家間の紛争っていうのは、はい、いつまで経っても終わらないと。なので今戦士のアーキタイプに対してネガティブな感情を抱く人がたくさんいますよと。だが戦士のアーキタイプそのものに問題があるわけじゃないと、うん、私たち自身がもっと高いレベルの戦士に行かないといけないよみたいなことが書かれています、はい、まあ、戦士、まあ、このアーキタイプでいう戦士は本当の戦士ではないって感じですよね。そうですね、はい、で、まあ、読んでいくとその戦士の姿が、はい、結局鎧も剣も持ってませんでしたみたいなのは出てきます、はい、まあ、なんか努力みたいな話じゃないですか。挑戦と努力とみたいなの先にな感じですかね、はい、むしろその後で出てくるのは、はい、あのレベルの高い戦士っていうのは、はい、戦わなくても、はい、結局勝利が、はい、理想を叶えるとかっていうのが目的なら、はい、この握手をするのも戦いでしょと、はいはいはい、握手をして、はい、これを、目標達成ですからね、獲得できるなら、はい、握手も必要だし、はい、愛も必要だしみたいな、はい、そういうのを学ぶのが戦士だと、はい、で次の次元へですよねっていうのが、はい、もう根々と書かれていて、はい、やっぱりこの戦士の神話といえばそのやっぱりこの男らしさみたいなのがイコールに見えてしまうんですけど、はい、その男らしさっていうのはそのマッチョみたいなところとも混同されると、はい、だがこの戦士とただのな、まあ、マッチョイズムみたいなものは明確な違いがあるよと、はいはいはい、この真の戦士っていうのは他人を守ってその人の品格を高めるために戦うのが戦士だと。ただただのマッチョみたいな人間は、はい、その彼らの言い分ではその他人を守るみたいな場合があったとしても、はい、その弱い立場にその相手ですね、相手とか、まあ、自分を守っている人もそうかもしれませんけども、それを弱い立場に留めておいて自分が優越感をただ得ようとしているっていうのがただのマッチョだと、はい、高いレベルに到達した戦士であれば他人に対してはこの人たちが自分がしてほしいように接する、この人たちがこう扱ってほしいっていうなら、はい、そのように扱うっていうのが戦士だと、はい、それはつまり相手に敬意を払うっていうことだと、はい、で例えばこの戦士っていうのは、はい、幼子ではできないことをやるんですよね、はい、例えばその例えば上にいる者とか、まあ、教師、うんうん、まあ、親もそうですよね、まあ、このグループもそう、はい、まあ、戦いですよね、超えるんですよね。そうなんです、上にいる人は公正さを欠くとか正義ではないっていう場合、はい、それがたとえ上司であろうと先生であろうと、はい、それは立ち向かわなければならない、はい、でその時に誰かに危害が及ばないように行動を起こす時が選手の道の第一歩だと、はい、理念のために戦うって決めるのが選手で、多分皆さんの中にもそういうのがあると、はい、出ないのは勇気がないからなんですかね、はい、まあ、その勇気が戦士の証みたいなところですもんね、はい、で、はい、戦士の神話はこう訴えていると、この世の中には悪や不正やごまかしが間違いなく存在していると、ただし十分な知恵とスキル、はい、立ち上がるための勇気と自制心を身につけ十分な支援を身につけることができればそれに打ち勝つことは可能だ、さらに言えば私たちは自分に対する責任だけを負っているわけではないと、弱者、はい、自分よりも弱い人を守るっていうのは私たち人間の務めだと、はい、それはそういうアーキタイプがある、はい、あると思うんですよね、悪い人にも
いい人にも、はい、その守るっていうのは、もうここにも出てくるんですけど、それが戦士のシャドウとして描かれていて、はい、不正に立ち向かう一方、その不正を働く者を守ろうとする戦士もいると。でもまあその戦士のシャドウが揃いも揃って悪党というわけではないよと、はい、この数多くな有能なアーキタイプと同じように、まあ、12個ここでは紹介されているんですけど、はい、戦士っていうのも現代社会で不当に低く扱われているアーキタイプの一つだと、はい、まあブレイキングダウンとか 見ると、はい、なんかああっていうような人がああっていうような人が、はい、まあ、いらっしゃいますからね、はい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 、ただまあその初めて戦士のアーキタイプを活性化する体験がひどく初歩的で幼稚なスキルしか持ち合わせていない場合もありますねと。誰かが自分には賛同できないことや気に食わないことを言うと、それを個人的な攻撃と受け止めて自分の命がかかっているような勢いで猛然と戦いを挑むのだと。とか、そのただ単に他人の視点に立って世の中を眺めることができない戦士もいるとか、やっぱりこの、はい、これ今僕のこと言われてるみたいなんですねはいはいはい、まあ、戦士もいるって話いましたね僕にもね、はいはいはい、やっぱりこれはあまりよろしくないんですね。このなんて言うんでしょう、はい、自分勝手な感じは、まあ、自分勝手な感じは多分どのタイプでもよくないと思うんですよ。あ、多分どのアーキタイプがダメって話は多分ないと思うんで、はい、そうですね、シャドウに落ちると多分どのタイプもダメ で、はい、でそうなると多分どのタイプも自己中心的になるんじゃないですか。なので、まあ、この戦士のシャドウに落ち込むと、はい、一つの目標に固執して、はい、登場人物は英雄、はい、悪党犠牲者のみ、はいはい、みたいな、はい、まあ、あの私もよくやる、はい、この二つに見ちゃうみたいな、敵か味方か、そう、はい、それはね自分はとてもあると思っていて、それはやっぱりなんかまあ学習とか、はい、そういうのが足りないのかなとは思うんですけど、はい、なのでこの戦士を読んでいると、はい、とてもねなんか幼子と、はい、戦士のシャドウを感じます、はいはい、これはまあ今自我に気づこうとしてるんですかね。まあ、そのシャドウも、はい、なんか成長するためのきっかけみたいなところがある。あ、気づきですね。気づき、これじゃダメだっていうところから正しい戦士に上がっていくみたいなのはあるので、これやっぱり、はい、隊長はまあ、会社勤めもされ、はい、今独立して経営してますと、はい、やっぱりこの経験がやっぱりこの私みたいに、はい、個人事業主で副業ではやってるものの、はい、いやいややっぱり会社員っていいですよねって思いながら、はいはい、会社員をやってるっていう、はい、そこは関係ないんですかね。まあ、そこは関係なさそうな気はします、ね、関係なさそうな気はしますよね、はい、会社員がじゃあみんな間違いかっていうとそうじゃないですもんね。まあ、はい、まあ、なんかこの決断した結果みたいなところじゃないですか。そうで僕はねやっぱり多分ね、はい、会社員っていうのも決断してないような気がしてます、はいはい。まあ、そこじゃないですか。会社員だからっていうよりはこう決断な、幼子できてるからみたいなところあるじゃないですかねありますよね、はい、で戦士になるともうこれをやるって決断するわけじゃないですか。はい、でそこに向かって立ち向かうみたいなのが戦士ですよね、はい、戦士像みたいな。なんかねというところで一旦、はい、皆さん耳が痛い人がいるのか、はい、二等兵は幼子だなってふふ、はい、っていう人がいるのか、はいはい、